皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は三国志14のファミ通紹介をしていきたいと思います。三国志演技をもとに自分の手で歴史を作れます。イベントでは孫策出陣、三眼の霊、桃園の誓い、連環の刑などがあります。波動を行くか下克上を目指すか、全勢力が横並びのサバイバルシナリオもあります。多彩な個性を使いこなしましょう。まあ一騎が発生しやすく、一騎打ちも優遇されます。英明、自部隊の占領範囲拡大に必要な兵士が減少します。急進、特定範囲内の自勢力部隊の士気を低下しにくくします。中積、所属都市に所在しているとその都市に属する 全地域がの治安が上昇します。続きまして、潜在、獲得経験値が上昇します。諸突、命令設定で適切禁止、無視、自主退去可能が選択できません。手乱、兵線切れた時に自部隊の能力が低下します。強運、自部隊が壊滅しても負傷、戦死せず捕虜になりません。再起、負の上にいると自ターン開始時に自部隊の負傷兵が回復します。失踪、自部隊の軌道が上昇します。ダット、自部隊が撤退中の場合軌道が上昇して COZOC も無視します。新章、特定範囲内の自勢力部隊の行軍防御を上昇させます。東章、自部隊が複数の敵部隊に隣接しても範囲効果の影響を受けませんといったところですね。異民族の襲来を防ぐ個性もあります。そうですね、治安が悪化すると場所によって異民族の部隊が登場することもあります。異民族差の発生を防ぐ、馬頭の個性、浸透などがあると便利です。では、名金を与えて能力アップ&忠誠をアップします。本作では武器や書物、馬など様々な名金が登場します。これらは所持しているだけで能力を上げたり特殊な効果をもたらしてくれる貴重なアイテムですが、配下武将に授与することをその武将の忠誠を挙げられます。戦闘で捕らえられて配下にした武将などは忠誠心が低く引き抜かれやすいです。戦闘に負けても敵に捕まらなくなる奇跡の名場もあります。長領、長雲、関内などの武将も登場するようですね。まあ詳しい説明はちょっと知識に乏しいのでカットします。というわけで、今回はこの辺で三国志14のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。